そういう選手たちをこうもっとこうそれぞれの目標が叶うこの応援団であれるような形でいたくて、頑張りたいって言ってる子たちを足を引きずるようなことはしたくない。適当に教えたって、めっちゃ熱心に教えたって給料変わらへんってなったら、適当に教える人めっちゃ多いと思うんですよ。私はそうしたいわけじゃなくて、私が受けてきたのって多分そっちなんですよ。でもそれが嫌すぎて、ほんまに頑張りたい人のために頑張りたいんですよね。引き上げてあげたいし、真剣に頑張りたいと思ってて、それが叶うかどうかは別として、本気で頑張りたい人がその目の前にいるのに、なんかなんでほっとくん、でもさ、忙しいのはわかるけどみたいな、ブチ切れたくなるんですよね。人生かけて戦ってるね、目の前の人みたいな。特にアスリート個別栄養サポートに来る選手たちって、本当に世界を狙いに行ってたりとか、今年このポイントを取らんかったら、代表入りできないとか、代表入りがかかってるとか、本当に全国っていうところを狙ってるような選手がすごく多い。本当に部活頑張ってて、リトルリーグで頑張っててっていう選手もたくさんもちろんいるんだけれども、上を目指してるっていう選手も、世界を目指してるっていう選手もたくさんいて、そういう選手たちをこうもっとこうそれぞれの目標が叶うこの応援団であれるような形でいたくて、頑張りたいって言ってる子たち足を引きずるようなことはしたくないなと思っていて、子供ながらに思いませんか、なんかこの人応援してくれてないんだなみたいな、すごく感じちゃうというか、なんかね、こんな熱い思いをずっと語ってたら、この前のなんかショートでもなんか女版修造ってねってありましたけど、私から多分ねめっちゃ言われるんですよ、女版修造さんって。オリンピアンとかとやっぱ合宿したりとか、なんかアスリートとお仕事するようになって、アスリートとたくさん関わるようになって、アスリートの当たり前って結構当たり前の基準が高いと思うんですよね。この頑張りたいの基準が多分女版修造って言われてるぐらいだから、その熱量とアスリートの熱量が多分こう一致したんでしょうね。頑張れる環境というか、オリンピックとかにも向かって合宿とかをしている時にトップチームのトレーナーさんとかがやっぱ集まってくるんですよね。皆さん本当に人間的にも素晴らしい方たちが集まってくる中で、その時に私こういうレベル感でお仕事がしたいんだったら、私のすごく思っていることと一致したというか、当たり前の基準の高いレベルで頑張ってる人たちと一緒にいたいみたいな、なんかそこはすごくこうパワーを発揮しやすかった。頑張ってることが恥ずかしいことじゃないんだみたいな、熱いことが恥ずかしいことじゃないんだって思える世界だったっていうのはすごくこうあるのかもしれないですね。週回っても多分アスリートのサポートしてる仕事してるんですよ、きっと。当たり前のレベルが例えばその高いっていうのは、具体的に言うとどういうところが高かったんですか？なんか自分の体のことを真剣に考えているというか、トレーニングにしてもそう、睡眠にしてもそう、睡眠一つとってもすごく大事で、じゃあその中でじゃあベッドのマットはこうしようとか、飲む水はこうしようとか、食べるものに関しても今はこういう調子だからこうしてほしいとか、すごく基本的なことなんだけれど、全員がそれ本当にできるかって言ったら多分そうじゃない選手の方がすごく多くて、その一個一個の当たり前の基準がすごく高いし、ちょっとしたことのためにトレーナーさんがいたり、コンディショニングの人がいたり、針の人がいたり、いろんなプロフェッショナルがいて、その良い状態を作るためにみんながその選手のためにサポートしてるって、なんか素晴らしくないですか？選手も頑張ってる。だからこそ周りも選手のために頑張りたいと思うし、選手サボってたら、やる気なかったり感謝の気持ち持ってなかったら、その人のためにやろうって思わないと思うんですよ。選手もそうやってなんか本気で持って、本気で持って頑張ろうと思ってるから、周りもすぐそこについていくし、支えてあげようって思うんだろうなと思って、なんかトップ選手の背中を見せていただいた時に、私もなんかそういう風に頑張ろうって思って、ジュニア選手がこう登っていく階段の中でのちょっとずつぶち当たっていく壁が、そういうところで節々と見えるなっていう感じですね。チャンネルも含め栄養のチャンネルですけれど、圧倒的にやっぱ元気をもらいましたとか、笑顔になりましたとか、チャンネル内でそういうお声をたくさんいただいたりとか、実際のこう選手のサポートの中でも、今日皮切りにまたリセットして頑張りますとか、今日皮切りにちょっとエネルギーをもらって頑張りますみたいなってすごく多くて、なんかパワースポットに会いに来ましたみたいな、それはすごくありますね。なんか感じますね。単純に食事のことだけをパワーアップさせに来てるんじゃないんだなっていうのはすごく感じるからこそ、パワーは注ぎますよ。まあでもなんかその実際にプレイヤーとしてね、アスリートとしてやってる人たちからしたら、やっぱり結構監督やコーチからね、
なんかこうすごいこう圧というかプレッシャーをかけられることもやっぱり多い中、そんな時にたまにね YouTube で北さんが皆さんこんにちはから始まってなんか元気になるっていうのはなんとなく分かるような気がしますね。管理栄養士ってスタメンを決める立場でもないし、チームの何かを采配する立場では特にないので、どっちかっていうとお母さん的な立場というか、何かあった時に言いたいこと言ってもらえた方がいいなと。その上でコンディションとかもすごく絡んでくることだし、なんかポロッとそういうところで最近こうなんだよねとか足がつりやすくてとかポロッと出た言葉一つがやっぱ食事に変えていける部分だなと思うんで、なんかそういう雑談とかもすごく大事かなと思ったり、ホッとできる環境ではあってほしいなとは思いますよね。でも楽ではないし甘くもないかなっていうのはすごく感じる。選手の命かかってるし、食事で人をこうなんだろう、引きずれることも引きずれるし、上に上げてあげることもできる、怖いんですよね。怖さもあるからこそ責任があるし、私が伝えたことで何かこうね状況が変わってしまうことだってある。責任は感じながらお伝えはしています。